だっていうふうにおっしゃってました。まさしくこれもそういうことを言ってるんです。なるほど。ただ自分を知ることも、それの何だろうかな、色にその人が出てくる。上から2番目の右から4番目、3、4ね、これね、これいつも恵子さんが言ってるマジェンタっていう、でこれはターコイズ。でマジェンタ、あの色ってものすごいいろんな意味があるんですけど、まあ、マジェンタっていうのが宇宙の色、天から注がれる色って言われてそればっかりじゃないですね。たくさん色彩の言語ってあって、でこれはターコイズなんです。でターコイズっていうのもいろんな意味があって、あのそうですね、今日の番組で言ったらマスコミュニケーションですね、1対大勢の人とつながる、多分あのそういう仕事の、ね、関係だと思うんですね。あの出版なんかはみんなにたくさんの人に広める、まあそんな感じでこうやっていようかな、その人を今の人を見ていくという感じです、ね、で、あのもしご興味ある人はぜひ受け慣れてみてください。それとあの私のサワカイを月1回開いてますので、その時にじっくりいろんな話をして、ね、あの楽しんで自分のことを見つめていくっていう感じになってますので、ぜひその時に何個お話ししたいと思います。よろしくお願いします。